バブイね。Today, バブイ。今日も今日とてゆっくり配信していきます。ゆっくりゆっくり自分のペースでね。自分のペースで。なんかこう見たらさ、なんかさ、ここさふわってしたいんけどさ、ちゃんとね実物はねなんかシュッてしてるんですよ。なんか知らないけど、なんかなんででしょうかね。なんでですか。あ、分けた方がいいですか。やった、じゃあ分けようかしら。りっちゃんありがとう。前髪決まってるやん。でしょ。でもちょっとだけちょっとこうしてみて、これいつも出てくるね、オーディションの時からいるこの櫛。オッケー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 です。てかさ、プロフィールのさ、あのなんか固定メッセージみたいなあったやん、書き直したんですけど、気づきました。みんな放課後当たった、やったー。ヤマさんありがとう。話そうね。だって言うて、あさった、しあさってか。しあさってですよ。やば。こんばんは、やっほー。りちゃりちゃがね、日に日に美人になっていくりちゃん。そんなことナッシングだけど、ありがとうございます。こんばんは、放課後。あ、トンちゃんも当たった。やったー。トンちゃん、ありがとう。それは、待ってます。だって同じ文章なっちゃうけど、しあさってですもんね。ふう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 、やっほー。フラッシュ本日ではない。フラッシュ、そうじゃんそうじゃん、そこも見ました。なんか恥ずかしかった。なんかさ、3期全員でさ並ぶ、なんか並んどうやつあったやんか。あの時にさ、カナウがさ、めっちゃちっちゃいやんか。マジで可愛いよね。ちっちゃ、可愛かった。固定表記ずれ、あ、本当？やったね。え、ちょっとさ、一つ聞きたいんですけど、皆さん、大阪あるじゃないですか。皆さんってさ、来てくれるんですか？大阪は、大阪。ずっと言えてなかったから気になってたんですけど、来てくださるのかな、誰か。大阪どうなんじゃろ。大阪く、え、それってさ、え、りさこのとこにも来てくれるってことですか。よかった、嬉しい、待ってます。え、そう、なんかずっとさなんか告知できてなくて、今まで。だから、え、待って、言ってないと思って。今なら第7歳半いちごちゃん大阪い違う、なんで来てんねん。違う。いちごも大阪来てくれるの。やっとね。え、じゃあ、りさこもいちごのとこ並ぼっかな。え、よかった。え、りさこさ、マジでさ、大阪のさ、言ってなくて。でも今でも受付中なので、ちょっと書きたいテロップ書いとくわ。なんで書こう。大阪、再販、え、待て、ちょ待て待て、一回 OK にしよう。ちょ待て待て、あ、え、え、ちょ待て、これ、なんか歌んといけん。え、まあ、とりあえず、あって言うとく。ちょ待て待て、え、待て、一回さ、じゃあ待て、決めんといけん。なんて言うと、大阪、足バキって言う。いった。
てて大阪再なんていうと大阪再販中大阪難しい。なんて書いたらいいですか。みーちゃんとの時間かぶっちゃった。Oh my god。リチャのセックス姿コスプレ。違う。リサは、リサ子は、あれですよ。みんな浴衣姿なんです。みんな浴衣で来ますよ。あ、やばいよね。ちょっと待ってもろて。いちごちゃんいろんなメンバーに並びすぎって言われよ。やばい。飛行機の中やから行け、そうなの？あらら、飛行機の中？え、髪型決まって、お、インパルスさん、本当ですか？あの、大阪で、あるんですよ、皆様。で、5日の1時まで、なんか、大阪で、個別であるんですけど、そう、3期も浴衣なんです。あ、大阪お話し会3部屋ちゃん。あ、なるほどね。待ってます。あ、なるほど。オッケー。え、何が、え、どうしよう。大阪。大阪。ちょっと待って、なんて書いちゃうか。ちょっと待って。大阪。あはさすがにやばい。大阪。え、でもなんか、お、かなえがさ、待ってるよ、みたいに言っちゃってね。大阪。再販受付中です。そこ再販受け、あ、受け、うこ、うん、受付中です。はい、はい、やった、できたよ。おめでとうございます。ありがとうございます。僕の夢に、あ、そうなの、すごっ。じゃあ、え、じゃあさ、ひろのりさん、りさこのとこ来てくださるってこと？月曜日、そうなんだよ。え、来てくれるのかな。そう、月曜、いちごティーと、いちごと、放課後ホームルーム。さすがにみたいな、あ、そっか、そうですよね。先輩方と買ったらね、申し訳なくなっちゃう。インデックスいい。ほんと？え、インパルスさんさ、りさこのとこ来てくれるのかな。どうなんだろう。こんばんは。がんばりちゃん。また来ました。ありがとう。放課後ホームルームは行きます。お待ちしております。ありがとうございます。そっか。でも個人で話せるのは、その、ん？お話し会と、ん？個人で話せるのはお話し会と、なんだっけ、この大阪か。みんなと話したい。お披露目公演リーダーに見えたりちゃう。そんなことないよ、マジで嬉しいんですけど。来週の司会で始めまして。あ、そうよ、ひろしげさん、そうだ、まだ始めましたよ、知ってなかったけん。そっかそっか。文吾さん、アジサイありがとう、かわちい、そんなアジサイありがとう、文吾さん、イエーイ。よしここくんもありがとう。何？ん？水滴？ありがとう。かわいいね、このツヤがありますね。りさこもこういう肌になりたい。ありがとう。恥ずかしい。ありがとう、よしここくん。ありがとう。こんばんは。今日は誕生日でした。こんな、そうなの、誕生日なの、おめでとう、ハッピーバースデー。で、ミユポ&ヒータンね。ミユポ&ヒータン？なんかね、リッチャー。みーちゃんに乗車映えていないから、でもさ、なんか言ったって言わんかったっけ、みーちゃんにリッチャーをしてるみたいな。言ってた気がする。オンライン？ミユポンと仲いいの？ミユポンとは、うん、喋るね。なんかね、可愛いの、とにかく。レッスンの時とかは、めっちゃ濃い。大阪行けんからホームルーム、そうなんじゃ、大阪。でもありがとう、お話し会でホームルーム来てくれる、ありがとうございます。ジェジェさん、大阪八部しか行けん。八部、え、八部ってどういうこと。八部、え、りさこのとこにはじゃあ
これないよみたいな。あちゃあちゃあちゃあ、え、待って、こっちも湧いてきた。がんばりちゃん、放課後ホームルームとオンラインお話から別物です。あ、そうなの、そうなの。放課後ホームルームはなんかりさ子といちごがなんか なんだっけペアになってなんかズームでなんかお話できるんですけど、お話し会はなんか個人で一対一で話せます。なんかさ、まださ2ヶ月ぐらいじゃないですか。なんかさ、もっともっと、ね、いろいろ経験していきたいけどさ、難しいもんよね。ショムル、ショールームで離調子ってコメントしたけどバレてない感じ。あ、そうなんですか。そうなの。お話し会ノープランですが大丈夫。ノープラン、え、なんか、え、コスプレとかってこと。なんかね、研究生はコスプレできないんですよってこと。じゃなかったらごめん。なんかいろいろさ着てみたいなと思ったんやけどさ、髪型もあんま変えれなくて、負けない、負けないんですよ。言うてすぐ夏のツアー始まる。え、それな、マジでそれな。え、やばくない？だってさ、もう1ヶ月後にはさ始まっとんよツアー。え、もうマジで楽しみなんだけど、本当にやばい、やばくない、やばくない、やばくない。なんか言うね、やばい。髪のボリューム感に、え、嘘、ボリューム、あ、いい意味？褒めてるんですかそれは。どうなんだよ、ボリューム、前頭形かな。もう髪触りすぎ、自分本当に。一回さ、もう触らんとこ、これ、はい、もう触りません。はい、もう触りません。私服って言い張ればセーフ。アウト、アウトだね、それは。もうアウト、もうやばいでしょ。なんかさ、ウサギとかの着てさ、すいません、これ普段から歩いてる、こうやって着て歩いてるんですけど。話す内容がノープランですか、大丈夫。あ、マサヤさんが来てくれるってこと、お話し会にってこと。あ、そういうこと。え、全然大丈夫ですよ、全然全然話そう。もうね、りさ子はね、いっぱい喋ることがあるので。がんばりちゃん、なおさん、こんばんは、こんばんは。それはやばいけどなんとかなる。それはやばい、それはやばい。え、何がやばい、何がやばい、なんか、え、何がやばいって言ったっけ。ツアーは神戸行きます。ああ、そうなんじゃ、当然褒めてます。褒めてる。とんちゃん、実際ありがとう、嬉しい。とんちゃんありがとう、ホームルーム待ってます、ありがとう。みーちゃんとはまだあまり話した。みーちゃんさんですか。そうですね、あんまお話できてない感じかな。徳島がちょうど、そうよ、徳島、そうやん、やば、え、1ヶ月後踊ってんの、あ、ちゃったー、やばいやばい。今は分かんないけど、先輩の公演とゲームの読み込みしてみれば。あ、なるほどなるほどね。え、そうだよね、ちょっと生で見るのってさ、やっぱ違うやん、本当に思う。やっぱ生って迫力やっぱすごいですよね。がんばりちゃん、うん、1ヶ月後には、あ、そういうことか、やばいけどなんとかなる。え、それなんですよ、なんとかなる、まあ、それなんじゃないわ、それなんじゃないわ、全然なんとかなっちゃダメよ。なんとかなるのも大事だけど、それなんじゃない。あ、本当に練習頑張ろう、すべては気合でなんとかなる。神戸でライブ見ればリッチやミープと話せるかな。え、あの大阪でインパルスさんってさ、あれでしょ、関西で行ったったよね。大阪のそのインテックスのやつがあるんですけど、どうですか。こんばんは。宮島でのいちごのデート報告が
うじゃん。そう、メールでも言わせていただいたんですけど、いつだっけ、一昨日ぐらいに宮島に、いちごとね、宮島に行ってですね、なんかあの、まあ、あの全身の見て分かったと思うんですけど、結構ズボン系で行ったんですよだからちょっと雰囲気がいつもとそこ違うんですけど、なんかめっちゃ食べ歩きしてマジで美味しかった。なんかほんとね、カキフライみたいなやつも食べたの、めっちゃ美味しくて、熱々、めっちゃ人多かったの。でも頑張りちゃ、こんばんは、インデックス大阪国際化、ありがとうございます、正式名称、そう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 、ここで あります、ここであるんですよ皆様。もしもね、もしもね、6月24日にあのあるので、大阪で来られる方はりさこ浴衣でしたっけので、もしよかったら来てくださいね、待ってます、再販中です、みんなのこと待ってます久しぶりにこんなでかい声出したかも、恥ずかしい、え、ちょっと恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしい。カキグラマン食べ、え、マジで美味しいよカキグラマン、あ、マジでね、リナもずっとそれが食べたかったの、だからマジで美味しかった、カキグラマンはマジで美味しい、マジで食べた方がいいよ。一週間でコロナの休みでできた3人、そうなの、やばやばい、アナゴ、え、そう、アナゴ食べようと思ったんだけど、食べ歩きしてなんかどっかお店に入ってランチ食べようと思ったら、食べ歩きでめっちゃお腹いっぱいになっちゃって食べれなかったんですよ。じゃけんね、うん、一応インデクダミューポン褒めた話か、さに申し訳、ええ、ミューポンに行くってこと、え、インパルスさん、リサコは来ないってこと、え、服装もボイシー系も似合ってたの強すぎ、え、リサコが圧倒的、え、リサコが本当似合っとった、ありがとう、リチャコ行きます、モックありがとう、待ってる、嬉しい、ありがとうモックね、ありがとう、こんばんは、こんばんは、いつかのホームの一番最初にロニーもいい、ああアバター変えてらっしゃっとる、え、言ってください、もういちごと2人でお迎えします、宮島2人も目立ってから、え、そうよね、そうよね、なんかえ、ちょ、後で言う、後で、浴衣りっちゃん見たいっちゃ、え、広重さんさ、大阪来てくれるの、どっちだ、いや、再販ってのは今から、え、間に合う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 よ、あのね、6月でも当選しないかもでしょ、いや、多分りさこ大丈夫ですいや、りさこはあの申し込むだけ一回申し込んでみてほしい、え、あのね、5日までの5日の1時まで やってるから大阪受験来てほしいな、広重さん点々、え、あ、来られない、待って、足場切って、いた、ごめん、ちょっと足来られないの、広重さん、あっちゃー、あっちゃー、みーちゃんと寝てる気が出たね、いや、え、大丈夫ですよ、え、多分なんか先輩方とかね、サッチとかめっちゃ並んでらっしゃるけどどうしよう、リサコ、え、ちょんリサコ、まあいいか、それでも来てくださる方、リサコ一番大切にします、イエイ、うん、こんばんは、こんばんは、待って、なんかなんかさ、今日顔熱いんですけど、なんで？あ、そう、で、宮島の話の続きしますわ。で、宮島行ったんですよ。で、いちごと、え、なんか、最初、なんか、え、誰と行ったか、なんか分かるんかねみたいな話しとったわけよ。でも迷って、なんか、え、どうしようみたいな。で、メールあげるときに、え、いちごは書いとったんかな？りさこは、極力、誰とは言わずにとりあえず書いたの、もうこういうのして食べ歩きも食べてみたいなで最後に書くよみたいな、最後に書くよみたいなの書いたんですよ、最後になんか
こういう2人で行きましたっての書こうと思ったんですけど、いちごがさなんかさ通知あげてたよ普通に、多分言ってたから開けとったんかな、えけんさバレバレっつうんね、ほんとあんなやばいよね、絶対バレてるよねあれ。こんばんは、こんばんは、がんばりちゃん、見事に外した、見事に外した、見事に外した、え何を、な何外した同じ日に揚げもみじの、あ同じ日に来たの、あ同じ日に揚げもう、いちご何やってんねん、何やってんねん、食べ歩きだけ誰と行ったか、えじゃあもしも次一緒に行った時も言わんとこ、え全く違う内容でやってみる、食べ歩きを全く別の食べて、でも場所は同じです、あそうバレるか、バレるね、最初いちご宮島降りちゃっと行ったって言ってなかった、あ本当、えじゃあいちごも言ってないんか、いちごも言ってないけどリサこと言ったのバレたってこと、えすごいな、リチャとミユポンさえ会えたらもう、え嬉しい、えインパス、じゃあね、あの ST4、 え皆さんも、皆さんももしよかったらあの ST48 キャラに、私のその固定メッセージあるやん、コメ欄の一番上のやつ、あそこにあの ST48 キャラにって検索したらできますよって書いてるから、書いてるんですよ、だからあの ST48 キャラにって言って、なんか大阪なんだっけ、個別申し込み会みたい、え違う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 、お話会でなんか申し込み欄がピンクのがあるんですよ下に、でそこにはいポンって押したらなんか同意するみたいなのして、次へってやって、それでなんかなんかうちの口だーって言って、リサコ一番下へ、3期研究室のまとめまびらへんにあって、そこのリサコポンってやって、ポンってやって、ポンってやったら申し込みが完了になるので、もしよかったら待ってます、頑張りちゃん、やっほー、こんばんは、こんばんは、ただリチャとイチゴのメールとってほぼ同じ感じの宮島、あそうなの、えでもそうだよね、だってさ同じ場所でさ、よし撮ろうみたいな、注射も撮ろう、はいもうよいよいで撮ってるから、それわかるわなこんばんは、そうありがとう、そうそれで検索、あトーナさん、やっほー、リちゃん、イチゴちゃん、そうそう、厳島神社に行ったんですよ、マジで綺麗で、リサコさ山口住んどるんやけどさ、広島言うて行ったことないのよ、あ広島はあるよ、違う違う、厳島神社に行ったことなかったから嬉しかった、なんかえこれがえなんか世界遺産とか言ったよね確か、厳島神社って、宮島神社おはぎの写真が違う、あなんてあのねおはぎの写真あるやん、あれリサコさ撮るのが分かんなくてさ、一応に LINE でその画像送ってもらって、よしもういいやこれ一緒に送る同じ写真送っちゃった、あれ、まあ、あれは多分これからはないと思うけど、よしこっこくん、あ待って、めっちゃキノコワンタンさん、手紙ありがとう、嬉しい、ありがとう手紙ありがとう、よしこっこくんもあじさありがとう、ありがとうございます、りっちゃん、え、そう、ポチッと押すだけ、そう、その通りだよ、近いと、ね、そうだよね、大変だよね、だって大阪だよね、大阪だよな、また来ます、再販覚えとく、ありがとう、じゃあインパルさん待ってます、世界遺産、そう、すごいの、やばいの、あー、なるほどね、使い回し使い回しではない、りさこちょっとだけトーンを黒くした気がする、とりあえずしくなってくる、新しくなったの、チャケーか、え、なんかなんかね、ツヤがあった、なんかね、普通のじゃない、ツヤがある、あれはりちゃんメール用とイチゴメールで撮る写真分けんといかん、あ、ごめんごめんごめん、え、たぶんおはぎだけやわ、おはぎだけですわ、山口君は小学校に行くんじゃね、いや、りさこは小学校はね、え、どこ行ったっけ、関西行った、関西、みんなおはぎ地味に書くと、あそうよ、待って、そうじゃ
違う、角度違うの。こんばんは、自分は地元の日光とか、地元の日光、地元の日光、いちごちゃんとみやちゃんまで泳いで渡ったのそうそう、泳いでったんだよね。いちごちゃんから、いちごちゃんから提示された、機関車ドーマとレベッカに似てますね。どういうことウケる。いちごちゃんこんばんは、こんばんはだって。新しくなってから行ってな、あ、行ってないんかな。え、でも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 マジで綺麗だった。マジで写真のさ、フォルダーの中がめっちゃ、いちごじゃない、いちごじゃないよ、厳島神社のやつのめっちゃ多いの。サミットの演者も言っとったな。サミットの演者も言っとったな。どういうことどういうことどういうこと。今月からリちゃんメールと言っても、リちゃんも言っても、わやカップルやな、嬉しい。そうね、いちごと一番いることが多いかもしれないかな。多いこと言えば水着、やめてくださいやめてください、そんなお恥ずかしい。いや違う、去年女流で一生工事して、そうなの。あ、じゃあリサ子行けたのラッキーだったわ、ラッキーだったわ。すごい、え、マジでね、めっちゃ、なんか教科書とかによく載っとるやん、なんか厳島神社とか広島のそういう世界遺産みたいな、見るのは見るけどさ、なんか教科書って割と何年前とかのが載ってるじゃないですか。だからすごいなと思って、うん。トゥ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 。宮島の鹿を襲う、マジでね、鹿がさ、マジでビビったのが、こうふとして右見たら横いたんですよ。でもおとなしいから気づかないんですよね。次回尾道とか行ってきてほしい。え、行きたいねって話しとった。じゃあ行ったらまたメール載せます。髪の毛がツヤツヤで綺麗。え、本当ですか、やったね、嬉しいよ嬉しいよ。え、皆さんさ、殿さんとかもあれ大阪来てくださるのかな、ん、どうなんだろう、来てくれる。りっちゃんありがとう。マレセリーノさん、わかる、本物や。そういやね、なんか本当になんか本物やんってね俺のボケに無駄やな、これからもツッコミ入れて任せんさい。昔宮島の時に行った時間、これで、宮島でさバーベキューってできるんですか。宮島でバーベキューってできんの、すごい。明日この間の7話会の CD が、そうなんじゃ、それはそれはありがとうございます、来てくださって。そうだよ、皆さんもね、お話し会来てくださった方ありがとうございました。これから行くよみたいな、来月じゃない、もう今週1週間後か約に行くよとか待ってますので、覚えますのでお願いします。うん、風を待つ、そうなんだよ、本当にそうなんだよ。風を待つのさ、見たいじゃん、やっぱ。あの階段ね。宮島の鹿のオーラ、だって近づくのよりも、鹿のオーラ消しちゃって近づくのよ。本当にビビった。しかもさ、スマホいじってる時なんですよ。なんか写真とか見返してて、なんかこうやっとう時に、なんかふとこうさ、どこ撮ろうかなって。って見たら、マドナリの右に鹿がいらっしゃってうわっ、もうさ、本当にビビったんですよ。叫べないタイプ、多分だけど、マジでビビった、怖かった。食べ物持って鹿に食べる、そうなの。え、でもさ、鹿せんべいって言っとるくない、言っとるよね。いちごちゃんの衣装を上げるの、俺は金なんじゃない。りさこさ、ガチで聞いてほしいんけど本当に聞いてほしいんですけど、ガチで泳げないんですよ。あのね、小5、ちょっと話が長くなっちゃうんですけど、小5の時にさ、あの、プールで溺れたわけですよ、りさこ。普通に溺れて、ガチで。なんか深かったの。りさこまで身長めっちゃちっちゃかったから、ちっちゃい時。本当に、
深くて溺れたんですよ。でマジでそっから怖くて怖くて、中学生も本当に泳げないで、こうさスーって毛の海みたいになるやん、あれで終わり。もうクロールなんてさ、沈んで沈んで、ガチで怖いの。本当に水が怖くて、清水のくせにね清水のくせに水が怖いんですよ。だから泳げなくて水泳できない。こんばんは、こんばんは、こんばんは。覚えてもらえると聞いて、え、覚えるよ、覚えますで。お話し会とか来てくださったら顔と同時に覚えれますよ。りさこもう完璧だから、ごめんけど、みんなごめんけど完璧やからちょっとでごめん、ここだけ一本だけなの。チャタタタ、あ、大阪、そうなんだよ、そうなの、再販してるの。え、トーナさん来てくれる、どうだ、宮島行って鹿につつかれるのは仕方ない。あわかりの走ってもすごいですよね。たた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 たこんばんは、え、これなんて読むの、あんよはせよみたいな、あんよはせよ。前に見始めた時に他の観光客が、ガチ、アイスって鹿食べれるの、怖い、スケアリー、ベリースケアリー、怖いね、怖かった、そう、優しい、そう、怖かったの、本当に水が怖くて、うん、怖いんです。なんかなんかなんだっけ、プカプカなるやつ、丸いさドーナツみたいな、んて言うんだっけ、あれがあったらいけんだけど、鹿せんべい、あ、鹿せんべい7なの、さごめんなさい、なんだっけ、え、鹿せんべい7なの、そうなの、泳げない人は力入り、え、めっちゃ言われとった。だからバレエの時もりさこ肩に力入りすぎみたいに言われる。すごい見る目ありますね。そうだから力入らなくて、そういうのあれか、温泉でも泳いだことない、当たり前やないですけどえ、かなう温泉行ったって言っとった、昨日、昨日やっけ今日やっけ分かんないけど、え、温泉、え、もうなんかあれはできんの、水の中でさこうやってるやつ、なんやっけあれ、だるま、だるま、あと水中じゃんけんとか、ああいうのいけるんですよ。全然もう余裕のちゃん、ごめんなさいけど余裕のちゃんなんだけど、泳ぐのがガチで怖くて、怖いんです、泳ぐのが。あ、浮き、それ浮きは似合う、似合いそう、ちょっと何ですか似合いそうって、どういうこと、鹿って、え、だから割と、あ、そうなんだ、だからアイスも、え、カニカマも食べれるってことじゃん、どうなんだ、浮きは、あ、浮きごめんなさい、なんかりさこ浮き輪似合うらしいんだけど、どういうことですか、高尾さやかさんは鹿の角、鹿の角、これ楽しそう。え、りさこもなんか、え、でもさ鹿の角って生まれ変わられるんですよね確か、うん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 、宮島で鳥にせんべい持って行かれた、アクタリ先生に会える、おった、待って、その話はどう、そうなの、カズさんかわいい、ありがとう、ありがとう、カズさんかわちい、ありがとう、嬉しいです、浮き輪をくれいらないです、いらないです、本当に、いちごは泳げ、え、それな、え、いちご泳げるのかな、うーん、え、でもなんかあのスタイルの良さなら泳げると思う、身長高いしどういうこと身長高かったら泳げる、浮き輪と感じ取り、いや、いらないです、いらないです、本当に泳げないのに海上自衛隊行って泳げるようになった人がここに、え、海上自衛隊なんですか、それはすごいよ、やばい、すごい、やば、え、ヒューさんありがとう、ツヤツヤのお水、これさ、ほんとお水だよね、ありがとうヒューさん、ツヤがりさんもこんぐらいになりたい、ありがとうヒューさん、やったね、
あっちゃんもレインボースターありがとう。あっちゃんあっちゃん来てくれてるやん、ありがとう。覚えてる、さっきコメントしてくれてたからちゃんと見てますので、ありがとう。あっちゃんレインボースターあっちゃんさ、あっちゃんとかヒューさんとかさ、大阪来てくれるんですか？聞きたい。めっちゃ暑みたいな、そんなに来てくれるんですかね。キヨ兄さん、アジさん、ありがとう。嬉しい。ありがとう、キヨ兄さん。ありがとう。キヨ兄さんも大阪待ってます。最初の挨拶をしてましたが、よくやりましょう。すっごいわかんない。いや、そう、いちごそうなんだよね。そうだよ。いちごは、あのね、海ないから、静岡、ん？山梨か。言ってた。宮島行った時もなんか、なんだっけ？なんか、潮の匂いがやっぱさ、初めてだから海が。ね、だからね、ちょっとびっくりしてたけど、可愛かった。本音が、本音が。そう、海ないの。漢字ドリル必要ないんですか？あの、もしいただいたとしてもあの、どっかに、あ、置いちゃうかなみたいな置いちゃうかいな。ヒューさんもちろん行く。え、待って、それはさ、先輩の方ですかね？それともリちゃんのとこに来てくれるってことですか？どっちなんだろう。気持ちだけ大阪、今行ってないのよ、それ。気持ちだけはね、もう今からでハワイとかにも行けんの。今からちょっとハワイ行ってくるわって言って行けてないのさ。もう自衛隊引退したけどね、膝や、そうなの。あ、でも怪我だよね。怪我は、でもお疲れ様です。それはすごすぎる。怪我ね、怪我はしゃあねえよな。海が初めて、え、なんか初めてって撮った気がせんこともないこともないよ。どうじゃったっけ。こんばんは、こんばんは。両方です。じゃあ先輩のことも、りさこのところも来てくださるんですか？ありがとう、ゆうさん。え、嬉しい。大阪でそれはお待ちしております。ありがとうございます。カムサハムニダン。トゥ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 。よし、コックくん、ありがとう。つやつや。つやつやって思う、これからこのこと。いや、いっぱいありがとう。ありがとう、よしコックくん。つやだ。みさこもそんぐらい肌きれいになるな。よしコックくん。ありがとう、よしコックくん。人生のほとんど海沿いに住んでるよ。ん？ん？海沿いに住んでるってことは海に近いとこ住んでるってことか。え、そうなの？そういうこと？トノさん、かわいい。いっぱいありがとう。嬉しいよ。ありがとう、トノさん。ありがとうございます。え、トノさん、あれですか？あれ、大阪来てくれるんですっけ？マジか。ごめん、ごめん、ごめん。なんで、もうめっちゃほっぺ膨らみ始めた。ごめんなさい。ありがとうございます。え、気になる、気になる。よしここくん、わーい。ありがとう。よしここくんって来てくれるのかな？ありがとう。ガチでさ、オンラインもめっちゃ嬉しいけど、直もめっ、伸ばすわ。めっちゃ嬉しい。名前の漢字読みになる頃にまた来ます。オッケー。じゃあそれまでタって読むわ。今あのね、でもニックネームそこつけた方が覚えれんだよね。タタって読む。こんばんは、山地ケイミ。海に慣れてないで、今後も海につい、任せてください。それは任せて。もういちごに海のプレゼンテーション考えちゃおうかな。いちご、これ見てこれが海っていうの、英語で C S E N C。 なんか C っていうさ、なんかないか、ごめん、なかった。カズさん、お疲れ、ありがとう。お疲れ様です。ありがとう。言っとくない、いちごに。ありがとう、嬉しいです。うん、ベランダから、ベランダから海見えるの、わあ、めっちゃいいね。
めっちゃいいじゃん。ごめんね、仕事だよ、仕事か。そっか、仕事か。お仕事なら大変だ。頑張って、お仕事。でもありがとうございます、本当に。え、じゃあお話し会とかまた次の機会でお話ししましょう。目と目を合わせて、ウォッチザス、え、ウォッチC じゃない、 目と目を合わせて、英語でなんて言うの、 Each other 互いにか。これが海って言うんだよ、もう若干ですって。イチゴ、ねえ見て見て、これがね海って言うんだ。え、本当だ、この青い水が海。え、そうだよ、匂いを嗅いでごらん。塩の匂いがたまんないね。本当だ、マジでこういうキャラじゃない、イチゴは。本当だ、でなんないから、イチゴ知ってるよ。絶対このもう前言って、え、知ってるよ、そんぐらい、そんぐらい知ってるよ。うん、リッチャーバカにしてんのみたいな、絶対来ないで。だからリサ子は、え、そんなことないよ。やばすぎですよ、ディズニー映画すぎ。好感度上がった、いちごちゃんの好感度どういうこと、え、リサ子の好感度下がったみたいな、何今のでさ、好感度の上がりはあった、ちょっと。りちゃこんばんは、今日も可愛い、やったー、ありがとう、嬉しい。海、そう、こんばんは、こんばんは。自分も山梨、ゆうこさんから海島で、あ、わかりました。じゃあそうですね、まあ海っていうのはもうそもそもなんかなぜあるのかっていうとこから言いたいとこなんですけど、あのまありさこもそのチリだったんですけど、まあちょっとわかんないかなみたいな。海、なんで海がなんかあるのかなっていうのはちょっとなんかサッカーサッ、ん、歴史をちょっとねちょっと戻っていかないと分かんないから、なんで海があの存在し始めたのかはりさ子もちょっとまだ分かんないんですけど、まあ海っていうのはね、まあいいとこですよ。やばい、え、待って、今日まつげキバ、ちょ待って待って、ちょっと待って、海の話どころじゃない、え、今日さマスカラ変えた、さやばない、びっくりした、やば、キバ、ちょっと待ってもろて、フェイス、フェイス、面と向かって、あ、フェイス、あ、わって、なんていうのこれ、え、待って、目ってない、アイか、フェイス、フェイス、アイ、アイフェイス、 www ざっくり w、 やっぱそうよね、今日、え、だよね、え、すごい、気づいたの、わお、すごいですね、ギャンギャンやんね今日、びっくりした、なんかつけまつげ、つけまつげつけてない、ごめん嘘、なんだっけ、マスカラを変えたんですよ、このまつげをなんかインクつけるやつ、多分それかな、やだ、ギャンギャンにしちゃって、フェイス2フェイス、アイアイ、どういうことですか、どういうことですか、かわいい、やったー、ありがとう、え、かわいい、なに、2回続いて言ってくれた、ありがとう、ありがとう、頑張りちゃん、ちょ、待って、りさこさ、コメント読むのさ、めっちゃなんか上手くなったくない、早くはないけど。まあ、普通にコメント、なんていうの、なんかさ、え、オーディションの偉い時はさ、うるるちゃー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 ってなったけど、なんか最近すごくない、やるやん、りさこ。まず、あ、そうだよ、マスカラのこと。とんちゃん、かわいい、ありがとう、とんちゃん。かわちい、ありがとう。え、聞いて、とんちゃん、最近豚汁全然飲んでないじゃん。ありがとう。何の報告？千穂ちゃん並みに、まず、え、本当に千穂さんみたいに、そんな、それは嬉しい。じゃあこれからもっとギャンギャンしよう。ありがとうございます。大阪のオフラインは無理っちゃけど、無理っちゃけど、かわいい。11日オンライン、嬉しい。11日来てくださるんだ。ありがとう。それはまたお待ちしております。ありがとう。
そうだよね。だってさ、大阪ってさ、なんか、なんていうの、遠くない？すごいよ、本当に。オンラインとかもさ、だってさ、まだ入ってちょっとしかね、だからさ、こう来てくださるじゃんか。ありがたいったらあれしない。ありがとう、みんな、いつも感謝しております。カムサハムニだ。いや、関東より近い系。あ、そっか、関東もさ、そうじゃん、そうじゃん。え、ひろのりさん来てくださるって最初言ってくださったよね、大阪。嬉しい、ありがとうね、来てくださって。お待ちしております、ぜひぜひ。楽しみだな。2回目か、直で会えるのは2回目ですよね。マスカラってコメントしたんだけど、またまた滑ってます。マラカス？え、待って。マラカスめっちゃマスカラに見える。わあ。ごめんなさい。リサ君のミスですわ。トゥ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 。たまにはこうやってリラックスするのもいいことだよ、みんな。みんな寝ながら見ちゃって。って言ったらさ、コメント1個もなくなったらどうしよう。みんなさ、寝ながら見ちゃってって言ってみんな寝てさ、リサ子もさ、もう止まっちゃってこうやってちょっと無で、はい。これで1時間、耐久とかあんのかな。山梨、広島か、新潟、広島、三重。そうなの。そうね。だからさ、いちごもさ、結構遠いじゃん。すごいよね。そっか、6時間かかんのか。わあ。ありがとうございます。指定してくださって。先生は夏のツアーまで。とんちゃん、ありがとう。じゃあ夏のツアー決まったら。りさこの出る公演決まったら、ありがとうございます。待ってます。マスカラ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 ス、ま、マスカラスマラカスな。うわ、わかんないもんだね、これ。こんばんは、こんばんは。誰もコメントしなかった、初見の人ビビって帰っちゃいそう。切ない、切ない、それは切ないわ。せっかくさ、初見でさね、来てくださったのにさ、え、この人何も喋んないじゃん。やだよ。結構喋るんですよ、普段は。リサさんの始めながら寝てしまって起きたら3夜になっていた。なんだって。え、そうなの、そうなの。それは悲しいんですけど。リッチャー、はい。そのさ、定型文にしたさ、リチャのさ、ブレイシウスと、もう一回言うか、ブレイシウスと、ホワイトハート。ブレイシウス and ホワイトハート、めっちゃ可愛くないですか？なんか、なんだっけ、ブログの時に使ったのか。可愛いなと思って。使いたいなと思い出した。ジュ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 。やばい、今さ、自分で今勝手にまばたきって自分でめっちゃ、ま、こうしちゃうなと思ったらさ、なんか無意識にまばたきしてた。当たり前か、なんて、なんかまばたきを意識したらめっちゃまばたきが多くなるって感じ。うん、ちょっとな、無視してみんな今のこと。初見とかビリアナやフェイスのビビリ、あー、それはリサ子もある、わかるよ、あれね、ね、わかる。いつもなんか最初オーディションの時にめ、なんかビギナーだったの最初だからさ、コメントするのマジで恥ずかしくて、すいません。
でも全然してね、みんな。りっちゃん、なにモデルプールのりっちゃんの写真が正常です、正常です。本当嬉しいんだけど。え、クミトラさん、そんな本当、ちょっと待って、ちょっと今嬉しい。清掃ね、え、りさこマジで二十歳ぐらいまで、2年ぐらいに、あのね、まあ、ちょうど節目ということで、めっちゃ綺麗なお姉さんになりたい。なんか19、10代のうちはなんかこういう、はい、かわちいだな、はい、みたいな感じがいいんだけど、二十歳になったら、なんか、お姉さんになりたい。もう本当に先輩方のような感じになりたいな。お姉さんになりたい、りさこ。可愛いからコメントで、ちょっと嬉しいこと言うじゃないですか。そんなことないよ、ありがとう。いつか坂道の橋が飛んでくるので、全部心の準備しておこう。ちゅさっきからこのなんか、ちゅっちゅっちゅと歌うんですけど、それ何の曲でもなくて、りさこ完全になんか、イメージしながら、あの、普通になんか言ってることなので気にしないでください。ちゅっちゅっ言えんくなった？これなんて読むの？え、これなんて読むんですか？なんかここ赤い、ちょっと待って、赤くないわ、光だ、光だ。え、これなんて読むの？なんちゃらさんになりたいって、え、なんて読むの？今日もリコチさんの配信乗りながら、そうなの。え、待って、リサコ見れてないかも、それ。え、見たかった。でもリサコ、リコチさん、リコチさんの朝配信、朝なんかやられてるじゃないですか。めっちゃ見てる、見てる、見てるし、なんか聞きながらが多いかな。オーシャンゴンズバズバ切り込みでね。ね、え、それな、それな、 JK の時はね、あれはみんなに申し訳なかったよ。絶対うるさかったでしょ。ごめんね、みんな、絶対 JK の時うるさかった。え、じゃあ俺のことは言うんじゃないの。えー、カズやった。あ、姉子って読むの？あ、お姉さん。お姉さん、お姉さんになりたいってこと？お姉さんになりたい。あ、そうそうそう、ありさこがね、そう。たまのさんがお姉さんになりたい。りさこはお姉ちゃんいないよと思った、そういうことか。え、そう、お姉さんになりたいの。なんか、誰もが認める、清楚で可愛いお姉さんがいいな。本当にお姉さんになりたい。え、じゃあツアーの一人を崩さんでバレないように注意だね。え、マジでそうだよ、本当に注意しよう。でもりさこは結構割と言わないって決めてることは絶対言わ絶対言いません。結構気をつけてる、それはね、大事になっちゃう。もう喋らない、ずっとこうやってみんな、私何も聞かないコメンテーターでちゃん、コメンテーター、何、あ、待って、今待って、ゴミが降ってきたと思ったら、小林と思ったらさ、ほこりだった。あ、一応配信始まって、今何やっても許す。え、本当ですか、ありがとうございます。マイキューさんみたいなスーパー生息を目指していこう。マイキューさん、え、マジで、顔、なんかもう、美人っていう言葉が本当に似合うんですよね。バレエもやられてたから、綺麗だなと思う。同じ名前の、踊りさこさんみたいな美人目指そうな。え、コメントありがとう、そうやって、目指す。ありがとう、コメント。嬉しい。ありがとうね。ああ。りちゃんは顔面もトークも強いね。ほんと？清楚ではないけど、あ、清楚じゃないんですよ。え、りさこってさ、現時点では何系ですか？あ、すいません、これ、あの、宮島と同じ格好です。バレの実力では勝ってるじゃん。どういうこと？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 初見さんだ！怖い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 。
ショールームシーンさん、このりさこさん大人っぽい方、え、本当ですか？やったー。そんなことないよ。でもありがとね、嬉しい。お笑い、お笑い担当、お笑い、お笑いもいいね。なんかみんなを元気に、なんかでもパフォーマンスがいいね、やっぱ踊りがいい。声にいっぱい出たいのりさこ、本当に。いやいやいや、ライブに来たよ、おっさん。配信ではね、いや、ライブ終わりに、嬉しい。じゃあ、ひろのりさんに声見てもらってね、おうって思ってまでに頑張ろう。りーちゃん、イエイ、美人なバラエティ班かな。お笑い、でも本当にすごいって思うのが、なんか皆さん本当にすごくて、なんかさ、なんて言うんだろう、しっかりさ個性を持たれてるじゃないですか、皆さん。先輩方もなんか分野、それぞれ自分の得意な分野とかも広げられてて、りさこも1年後に目指す像はそれどれって感じだけど、本当にそれそれ。こんばんは、りちゃん今来ました、ありがとう、来てくれて、やっほー。ダンス名、嬉しい、本当？じゃあイーサにもあれだね、ダンスすごって思ってもらえるように。いや、最初にりちゃんは赤だけど、みんなも嫌なんてるね、みんなで楽しみや。ありがとうございます、そんなそんな、ありがとうございます。え、言うてさ、そんな太ってないですか？ほっぺ、ここら辺をもうちょっと痩せます。はい、ちょっと痩せます、ごめんなさいね。ちょっと太っちゃったかな、ちょっとお肉ついちゃったかなって最近思うんだよね、ここ。うん、痩せます。リチャは期待しかない、優しい。そんなそんな、ありがとうございます。そんな、頑張るね。リチャってお顔きれいですね。そんな、優しい、なんでみんなそんな優しいんですか。リチャ、嬉しい、来てくれるんだ、ありがとう、待ってます、頑張りちゃん。細かった実物、嬉しい。ちょっとね、あの前マジでおもろかったのが、いちごと一緒にショールーム終わった後にスマホ見てたら、まあまあちょっとほっぺパンパンやみたいな、やばいみたいになって、本当に痩せんといけん。今の人の前では誰かおよ、でもリコチさんは本当に何でもできられますよね、すごいよ。いや、おや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 、死ぬ、死なない、それ以上痩せたら地球からリチャがおらんよ。空気ってこと？じゃあリサ君、今ちょっと息止めるから空気になれるかやってみろ。今、あ、喋ったらさ、息止めといて入るっけ。まあ、吸わんかったらいいんか。かわいすぎて心配になるっちゃ。え、待って、息した。もうやめよう。何やってんの、自分。あ、息吸っちゃった。もういいか。かわいすぎて心配になるっちゃ、そんな。優しいよ、もっくん。もっくん来てくれるってさっき言って聞いてたね。待ってる。りっちゃん、すでにバジボコスタイルよ。優しい。そんなだよ。ちょっと、パンパンなの。お肉大丈夫で、本当？本当？うんうん、ここ余って、分かった、うんうん、これこれをね、あのピースタ、いや本当、どの顔が、え、本当？ちょっと嬉しいんだけど、ありがとう。うん、こ、皆さんここです、ここで、これこれ、こいつちょっとこっちにやってもらって、ほら全然違うでしょ、右と左。まあ大丈夫、動くからって言い聞かせてる。お菓子食べる時に待ってって、これ太るでしょ。いやでも
でもって思って口入れてるんですよ。まあ動くからねって言って、おいしいと思って食べてる。息をする。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当息ができる、止まる、息が止まっちゃうと正直書いてあるビジネスで、え、マジでどっちも嬉しい。だってさ、こんなにさ、皆さんさ見てくださってさ、嬉しくない？マジで嬉しい。ガチでみんなに言いたいのは本当に感謝してるから、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。動くからすぐ痩せますよね。見とって、見とってな、トノさん。じゃあ痩せるかな。よかった、もう終わってんかと思った。終わってないよ。おお、のずいみょんがさ、こんばんは。こんばんは。え、ちななんですけど、ちなみなんですけど、あれですか、最終確認をいたしたいと思います。あの、まだね、お話し会で先輩の方とか、あの、行くよとかいう方いらっしゃると思うんですよ、大阪とかで。で、あの、この度初めて、個別の直接会えるお話し会があるんですけど、まだあのね、6月5日、今日は2です。普通日、2日で、金曜日なんですけど、5日の、あと3日ですね、5日の1時まで、お昼の、あの、りさこの第7歳、第、ん？なんだっけ？第7歳班、受付中？って言っていいのかな？であるので、皆さんもしもよかったら、浴衣を着れるので、来てくださると嬉しいです、皆さん。待ってます。です。自由に振る舞えるのに、友達も上手にやらなくちゃ、そう思っとたの。俺は大人の女性にも可愛いっていうのは失礼なよ。躊躇してしまう。大人の女性に可愛いって、あー、そういうこと。え、りさこ全然大人じゃないですよ、まだ。何歳かって、18、あ、待って、18だっけ、りさこ、7、あ、18か、18だった、りさこ18歳です。だから全然言ってもらっていいで。トゥ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 、頑張りちゃん、頑張ろう、みんなで乗り越えよう。何よ、リチャコ、やっほー、リチャコ、リチャコだ。痛い痛い、ちょっと待って、小指打った、痛い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 です。リチャコ、リチャコ、メールで顔写真めっちゃ見てた。えっ、メール撮ってくれてんの、嬉しいんだけど。ホタテ様、普通に可愛すぎるんですが。えっ、ちょっとそれは嬉しい、ありがとう。やったね。え、あれですか、来てくださるのかな、お話し会か大阪のやつ。どうなんだろう。ちょっと待って、小指がジンジンしてきた。これはガチの小指打ったやつね。あの、嘘とかじゃないよ、本当に。痛い、痛いけど。頑張りちゃん。小指打って、小指打っても可愛い？え、どういうこと？小指さ、めっちゃ痛いから見せたいけどさ、さすがに足の指を見せるっていうのは、本当に行儀の悪いことなのでやめましょう。痛い。絶対変身せんけどない。何その意思、どういうこと。大丈夫、大丈夫だよね。こんばんは、こんばん。3期生は1枠しかないからね、りちゃんの。そうなの、来てくれないんだ。悲しいよ。そしてたら、これからはビジネスって書いている。え、全然いいですよ、もう言ってくださるだけでテンション高くなるから、ありがとう。
ギャー、そう、マジで痛い。ほん、結構痛いの。体はって笑いとった？体はって笑いとった？え、どういうこと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 、待って、痛い。頑張りちゃう。頑張ろう。一緒に小指の痛みを。痛い。やって、でも、冷やそう。あとで。オンラインのみで。あ、そうなんだ。リアルまた次回以降、日曜日の日程で。え、じゃあそう。オンラインも来てくれるし、大阪も来てくれるってことですか？こと？ちょっと嬉しいんじゃけど、足の首ぶつけた時痛すぎてゴジラみたいな叫ぶ声。わかるよ。わかる。なんかね、いちごの部屋のね、なんか端っこになんかちょっとあるんですよ。ボコってなんだよ。そこでそこ毎回いちごもりそこもぶつけた時、痛い。で、お互い笑い合うの。平和すぎるだろ。りちゃんに釣られてみたい？なんか前から言ってる、それ。足の指？どういう体勢？え、りさこは、今は、なんか、座ってます。なんか、壁に？壁。白壁に座ってるよ、みたいな。で、足は、なんか、折りたたんでますよ、みたいな。なんでここまで言わないといけないの？恥ずかしいんですけど。足の指？どう、あ、まだ読んだ。自分はリコシンバの配信上限はリコシンの足おい、失礼失礼失礼。そうなの、足の配信がわざと小指をつけてやばいでしょ。どんだけ保険いらないの。え、どういうこと、どんだけやばくないですかそれ。こんばんは、私の店なんですよ。今は見せて激甘になる、ちょうどよ、未来の中学メモ。嬉しい、ゆうゆうゆうさん、ゆうゆうが似てるねって言ったよね。ありがとう。オンラインは行くよ。ありがとう。お待ちしております、それはそれは。それはそれはお待ちしてますよ。待って、やばい。待って、りさこ1時間ぐらいやってるよね。めっちゃやってた。では、トロ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 、終わろうかしら。足の指もね、さっきよりかはちょっと一回ちょっと待ってな、痛った足びれだ、おい。なんかさ、ちょっと痛々しい話なんですけど、バレエやった時さ、なんか足、バレエってさ、ここで2つからね、ここに豆ができるんですよ。だけどさ、豆がま、あの治んなくて、ずっとなんかバレエの痛々しい足って感じ。でも最初よりかは全然薄くなった。みんなが見てはちょっと普通にえ全然って思うかもないけど、なんかちょっとだけ痛かったとこが残っちゃってるかなみたいな。チュ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 、こんばんは、リチャリチャパフォルックス、お話釣りふか。釣りね、まあ、いつかやるかもみたいな。やんない方がさ、その時やった方が貴重になるかな、みんなにとって。持ってって、どういう事情か、大阪まで、おっと、じゃあ大阪、まだ6月5日まで、再販中なので、来てください、みんな。待ってますよ、みんな。来てね。12時まで配信してもいい。いや、ちょっと12時まではやばいな。でも、オーディションの時はやっとったわ。オーディションが10時までやったっけ？りちゃんのツアーに票、嬉しい、来たい。じゃあ、OK ってなったら、すぐ言います。ありがとうございます。りちゃんお疲れ、お疲れ、バミンさん。雰囲気、シックだね。シック？シックってどういう意味？暗いみたいな。どうだ？どうだ？バミンさんはあれですか？大阪来てくださるのかな。聞きすぎや自分。あれバレて指内側巻いてるのやばくない？絶対痛む、やばい。なんかでも立ち方にもあって、こうさ、トーシューズって言うんですけど、こう本当はみんな多分イメージこうでしょ。違うの、ここでなんかここが板になってるんですよ、こう平面の。でそれに自分の全体重をここにかけて、なんかこうじゃったら指が骨が曲がるからこう立つんです。こ
ここでここ、こう出してこう立つんですよ。痛かったあ、スクシュタイム最後にしますよ。りっちゃん、もち行きますよ。え、じゃあさ、りっちゃんのとこにも来てくれるってことですか。あらら、やったね。大阪行っても A ですか。3期生かなり取ってます。そうなんだ。え、じゃあさ、りさこのとこにも来てくださるのかな。どうなんじゃろう。ありがとう。ありがとう、どうなんだろう、わかんないけど。ちょっと目ん玉かっぴらいとこ恥ずかしい。やっぱちょっとだけ太ったね。なんか言うの、こうしとこ。のぞみ4号さん、ツヤツヤありがとう。ちょっとここね、ツヤツヤってんだ。こんな感じでツヤツヤになりたい、輝きが出るまで。ありがとう、のぞみ4号さん。お話し会待ってます、オンライン、ありがとうでは最後の最後に、最後の最後、どんだけ最後って感じなんですけど、最後にあのスクショタイム撮りたいと、スクショタイム撮りたいと思います。今の、あ、今から今から、はい、りーちゃんの持ち込んで投資で、そうなん、デュフフフ、ありがとう、パフィンさん待ってます、それは、ありがとう、ミシェボーイさんハートもありがとう。では、スクショタイムお願いいたしやすでやんす。どっちのが漏れるんだろう、今日。待って、指ハートもうちょい、なんか昔こうだ。イエーイ。あ、指紋読み取られちゃう、危ない危ない危ねえ危ねえ。何しよう、なんかある、グーチョキパーパーン。取れた、ピクチャーピクチャーピクチャー、撮れましたでしょうか。よかった。てかあれですね、メールも1ヶ月経ったということで、どうなのかな、みんな良きですかな。あれはこれからでも、なんか自撮りをもうちょい増やしたいのと思って、最近ちょっといろいろ撮ってるので、これからもお願いします。そう、指紋はダメです。手相、手相はいつか、いつか見ます。カメラ持ってる？カメラは持ってないですよ。え、どういうこと？スマホのカメラは持って、スマホは持ってます。全身写真、え、やった！あれね、あ、結構漏れてた方だったから。では、そろそろ。壇上を読みたいと思います。あ、まあ、いや、あの、うん、壇上を読んだ後最初に言う、どっちがいい、あ、まあ、最初に言うか、あ、読んだ後言うわ。いきます。13位なり、あ、ごめん、ちょっと待って、なりちゃんさん、12位おさむちゃんさん、11位七子さん、10位とんちゃんさん、9位 YDO さん、8位ヒューさん、8位ヒューさん、7位ちーちゅーさん、6位あっちゃんさん、5位山の山さん、4位レグルスさん、3位ウィンバディさん、2位よしこくくん、そして1位がトモさんです。ありがとうございます、ありがとう、今日見てくださってありがとうございます。では最後に、告知ではないんですけど、もう一回言っときますねもしも、あ、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。もしもね、大阪で先輩なんとか来られて、りさこは、5時間目なんですよ。オンラインじゃない、個別お話し会が。あの、直接会えるんですよ。直接ですね。直接。で、浴衣を着させていただいて、あの、5時間目にあるので、もしも推しの先輩の方とか、被られてないし、普通にりさこに興味があるよっていう方がいらっしゃいましたら、もしよかったら、りさこの大阪に5時間目あるのでね、 ST48 キャラーにって検索して
番下ら辺に3期研究生があるので、その中からこのね、名前の通り清水理作っていう清水理作のとこをね、あのもしもよかったら見てくださったら嬉しいです。大阪皆さんのこと待ってます。そしていっぱい話しましょう。ということで、こうちょっと冷た感じになって急でね、申し訳ないんですけど、まだね5日までということで、なんかこの子どうしよっかなみたいな、悩んじゃってるなみたいなったら、まあ、まだ時間はあるので、あのまだ3日あるので、もしよかったら悩むことだけでもやってみてください。ということで終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとう。明日またメールでおはようおはよういろいろ理作のこと言うの待っててください。ありがとうみんな、おやすみなさい。あ、逆だ、こちらバイバーイ、 See you again。